はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回ですね、はい、ホワイトマッカイ13年のアフターテイスティングをしていこうと思います。はい、ちょこちょこ飲んでます。これは、うん、はい、もう3分の1ぐらいはなくなりましたかね。はい、なんかね、癖がなくて飲みやすくて美味しいんですよね。はい、ただね、逆に言うと個性がないとも取れますけども、ただなんかね、最近好きでちょこちょこ飲んでますね。はい、はい、ちょっと香りから。うん、本当になんかこう、ウイスキー初心者に本当これおすすめしたい一本でもありますね。ただ、なんか俺終売しちゃってるんですよね。なんか本当癖がないんですよ。ちょっといただきます。はい、乾杯。うん、グレンフィディックよりも、甘いですね。で、グレンリベットよりも辛口ではなく爽やかなんで、グレンフィディックとグレンリベットのいいところを取ったような感じですかね。うん、風味とかはちょっと違うんですけども、そのこう甘さとか辛さとか その系統だけでいうと、まず初心者の方って甘い辛い、ビリビリするってこの3つだと思うんですよ。風味とかってあんまり気にならないとかわからないと思うんで、うん、美味しいですね。でちょっとこれにね、氷入れてロック、それからハイボールやっていきたいと思いますので、少々お待ちください。はい、氷でね、ロックしてきました。ちょっとね、香りの方から、うん、やっぱりちょっとこう氷入れた感じがしますね。うん、そんなに大きく変化はしてないですけども、フルーティーさがちょっと前に出てきたかな。ちょっといただきたいと思います。はい、うん、辛さが前に出るタイプですね。ビリビリしてます。でこのタイプは多分ハイボールすごく合うと思うんですよ。うん、もう結構ビリビリしますね。うん、ちょっと炭酸ね、入れてみます。さっき飲んでたんでちょっとあんまりプシュッと言わないですけど、もう一回しようか。はい、あんまりシュワシュワしないな。はい、ちょっと濃いめでね、はい、いただきます。乾杯。うん、あ、めちゃくちゃ美味しいですね。これすると、ハイボールにすると甘さと辛さの、甘さと、フルーティーさ、これのバランスが本当絶妙ですね。両方均等に感じられますね。で辛さも炭酸のビリビリとは重なってもうなくなりましたね。喉越しも柔らかくて、甘さと華やかさ、これはハイボール美味しいですね。特にウイスキー初心者なんかこれホワイト&マッカイの13年はハイボールをおすすめします。私飲むときはほとんどストレートですけど、まあ、一応モルト&グレーンで、ブレンデッドウイスキーなんで、うん、トリプルマッチアウトね、3回以上、うん、アルコールが 40%、すごく美味しい。なんか美味しくてね、こうなんかいいウイスキーがだんだん終売してったりなくなっちゃったりするんじゃないですか。ウイスキーって結構早いタイミングでなくなっちゃったりして、なんか寂しいですよね。まあその分新しいのが出てきて、面白いところだ。絶対追いつかないですよねずーっとやりますよこれね。あー美味しい。はい、一応ねガラの方にホワイトマッカイの13年のアイテムあれば入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい、あとね、モチベーションアップのために、チャンネル登録、グッドボタンの何卒よろしくお願いいたします。はい、あと各種 SNS やっておりますので、 Twitter、Instagram、Facebook、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい、今回はウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、ホワイトマッカイ13年のアフターテイスティングの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。